キリアル。いつか辞めると思ってたよ。自分で気づいて辞めるんじゃないかって。でも間違いだったようだ。なんだか藤先輩、顔つきが変わったみたい。あれは地区大会で僕と戦った時の表情ですよ。いや、あの時よりもっと凄みがある。修介、怖い顔しちゃって、今度こそ完全に潰してやるぜ。まだこんな力が残ってたのか。始まったって何のことだよ、越前。ずっと前、練習試合やったことあるでしょ、俺と藤先輩。雨で中断しちゃったけど、あの時の藤先輩ってこんな顔してたんすよね。いや、龍馬との試合の時とは違う。今の藤は完全に本気だ。あいつの眠っていた潜在能力が全て出ている。気に食わねえ、気に食わねえ。完全に藤君のペースですね。ネットに出れば左右の動きは最小限で済む。しかも相手に心理的な圧迫感を与えることもできる。なんか藤さん、最初の頃より動きが良くなってねえか。右膝の痛み大丈夫なのかしら。藤の左足を注意して見てみろ。左足だけでスプリットステップしてる。藤のプレーは華麗な技ばかりに目を奪われがちだが、それを裏付けているのは奴の柔らかい肉体だ。左足のスプリットステップと上半身をしならせたスイングは、藤が戦いながら身につけてしまったんだろう。痛めてる右膝の負担を軽くするために編み出したというのか。競泳さすが藤。こうなったらもう止まらないっすよ、あの人。